女性の、女性らしさを一番感じるところって、腰のラインだと思うんですよ。そうなんですよ、曲線がね。曲線がね。そう。最近ね、いろんなとこで流行ってます、フィギュアライズバストってあるじゃないですか。おちょっとわかんないですけど。すげえな、お前。あるんですよ、フィギュアライズバスト。いきますよ、続きのコーナー、こちらでございます。でれん。ドン。おめでとう焼肉一回券何誰私です。あ、焼肉一回券当たっちまったわ。もらうわ、これ、俺。うるせえな。自分自身なんだよな。どういうことなの？どういうことなの？それどう広げればいいの？これはですね、焼肉一回券なので、これで終わりです。終了。終了。めちゃくちゃ面白いじゃん、こいつ。めちゃくちゃ面白いじゃん。はい、どんどん参りましょう。はい、次。本当に連れてけよ、それは。はい、こちら。はい。あ、何フェチ？ああ、何フェチ？うん、ね、ちょっと無難なトーク、私が入れたんですけど、ね、何フェチ？やっぱでも、なんか、僕らって職業的にやっぱり、声はね、フェチだよね。まあそうだね。やっぱね、攻めてきた僕、結構、落ち着いた声が好きで。落ち着いた声。そう、なんかね、なんかこう、低めの、響きのある声が男女ともに好きなんですよ。なるほどね。お姉ちゃんだったらどのキャラが好き？ああ、姉さんか。姉さんかってナチュラルに言うのいいね。もう言い慣れてんだもん。ドラクオンドラグーン3のね、ゼロとかね。ああ、全然わかんないけど。よし、じゃあ今度貸してあげる。僕は別に内田真彩さんより内田優馬くんと仲がいいだけなので、内田真彩さんに貸す知識ゼロです。それな。俺はですね、まあ僕はまあこのラジオでも何度も言ってると思うんですけど、まあ普通に太もも。最近はですね、お尻がね。お尻。お尻がね。お尻です。いいなと思うんですよ。ほうほう、どんなお尻？プリッとしたやつ。プリッとしたやつ。そう、骨格の話で言えば、ちょっと反り腰になってる尻がいい。あ、わかる。あ、これさ、この話。かね、女性の、女性らしさを一番感じるところって、腰のラインだと思うんですよ。そうなんですよ、曲線がね。曲線がね。そう。最近ね、いろんなとこで流行ってます、フィギュアライズバストってあるじゃないですか。おちょっとわかんないですけど。すげえな、お前。あるんですよ、フィギュアライズバスト。まあ、要は上半身から、この腰周りにかけてなんですけど、っていう部分のこのキャラクターでフィギュアで貸しているっていうものなんですよ。なるほど、胸像みたいなもの。胸像みたいなものです。これが、なんと、この女性キャラクターの腰周りに凝っているものがありまして。ほう。これが素晴らしい。買ったの。ですね、いただけないかなと思った。はい。それは出演作だったから。すげえな。じゃあ僕は、そのやっぱ腰のラインも好きで、骨盤のこの大きめな肩が好きなんですけれども、いわゆるもう、ボンキューボンが好きなわけですよ。あ、いいですね。でもそのキューボンうるせえな。もうこのラジオで俺何回うるせえなって言えばいい？いっぱい言ってきますよ。ごめんね。はい。そういう言葉を使いました。いっぱい喋ってきますからね。申し訳ないです。僕はそういう、腰のキューボンのところ好きなんですけども、最近整体に行きましたら、石川さん自身がキューボンだから好きなんじゃないですかって言われて、見てみたら俺すげえくびれあるんですよ。それからちょっと自分の裸を見るのが好きになりました。気持ち悪い。気持ち悪い。コアリズムのやりすぎじゃないか。そうなんだ。はい、ということで、次。好きなカレーの種類は？これはね、はい、私の字はちゃんと書く。一番どうでもいい質問として言えたやつだね、これはね。ちなみに何なの？俺はですね、バターチキン。あー、俺はキーマ。いいね、はい、終わり。終わり。いきますよ、どーん。